ですね、ホッキョクグマの繁殖すごく難しいの一つが、やっぱりオスとメスの相性っていうのは結構大きいですね。で、交尾がちゃんとうまくいくかどうかっていうのも一つのハードルで、と、まあ、妊娠した後、その産出の環境を整えるっていうのは、やっぱりこちらの飼育員の仕事なんですけど、そこに関しては本当に前の担当者が、ララの性格とか、まあ、産出の使い方とか、まあ、失敗ももちろんある中でこう試行錯誤して、あの形になったっていうのは、まあ、大きいのかな。